はい、こんにちは、僕です。ベンジェンス続きをやっていきましょう。ですね、醸造寺が危ないらしいので、醸造寺に向かっていきましょうか。そこですよね。何かセリフ変わってたりするかな。あ、ベテルの方でしたか。言っていいのか。これは展開的には変わりないのかな。またラフームが出てくるんですかね。戦いの後みたいになってる。すごい悪魔がたくさん押し寄せてきていたんですね。五光さんがいますね。ベテルから助けが来ると聞いておる。主らがその援軍か。醸造寺燃えてる。拙僧は五光と申す。以後お見知りおきを。あれ、ああ、合体してないからか。主らの気配。そうか、ヒュドラを買った少年であるな。醸造寺は東京にある重要な結界の一つで、ベテルに協力し、東京を霊的に支えてきた。だが、混沌の悪魔どもの襲撃により、ついに寺の結界が破られてしまった、後ろにうっすら東京タワーが見えますね。結界を破ったのはラフム。奴は悪魔を率いて上院学園へ向かっていった。主はラフムを追い学園へ向かうといい。学校に行くのか、やっぱり。あれ、なかなか主人公の姿形変わりませんね。ずっとこのままですよ。どのタイミングで変わるんでしょうかね。レベル23になりましたが、魔力上げるか。そしたら学園に向かって行きたいんですけれども。ここは特に何もないかな。行ってしまおうか、じゃあ。いや、ローディング早いですよね、やっぱり。プレステだから。悪魔により学園が侵食されたようだ。あ、陽子がいる、すでに。もしかしてここを助けに来たの？そうだ、君は？私は避難しようかとここまで来たけれど。あ、避難しに来たんだ。あなたが来たなら話は別ね。襲撃の視界らしき悪魔がいたから、そこまで案内するわ。案内してくれるんだ。行こう、少年。我らの力ならできるはずだ。オッケー。ラフム、討伐任務受注。ヒロミネ陽子が加入か。強制的にパーティーに入ってきちゃうんですよね。どうしようかな。かやの姫はいてくれた方がいいかな。こうしとこうか。で、とりあえずセーブをしたい。これ、竜脈あたりは解放されますけど、このタイミングでしか飛べないんですよね、多分ね。まあ、特に変わりがないようであれば、サクサク進んでいきたいと思ったんですけど、彼女が化け物に食われたのか、化け物になったのかみたいなことを言ってた覚えがある。どうなったんですかね、結局ね。食べられちゃったんですかね。いますね。ようやくだな。やっと出会えたぞ。魂よ。この声、昨日のラフムだ。奴に女子生徒が捕まっている。どうしようかな。彼女を助けよう。了解。何をしている。邪悪な悪魔の存在は許されぬものだ。緊急事態だ。あの女子生徒もろとも排除する。
一コロだな。どうだ、よーける気になったよ。あんたは私の。そろそろ決心するのだ、世の魂よ。よーければ、復讐だって果たすよ。私はまだ。余が命じた。余を受け入れ、内なる衝動に身を委ね。そこから入れるのか。操られてしまいましたね。危険な悪魔だ。早急なる撃破を推奨する。追いかけましょうか。待って、天使たちを簡単にあしらうなんて思った以上に厄介そうな相手よ。私たちだけでこのまま進むよりもベテルの増援を待った方がより確実じゃない？生徒を救わなくては。策もなく進むだけでは救えるものも救えないと思うけど。なんてことを言っても止める気は、やめる気はないよね。まあいいわ。今はあなたの判断に従うことにする。ベテルの指示もあるけれど、それ以上にあなたがこれからその力で何を成し遂げるかに興味があるから。なんだかんだついてきてくれるんですよね、陽子さんはね。お前悪魔助けてくれるのか。貴様見慣れぬ悪魔だな。誰だ。ラクシャーサか。やっと人間の魂が喰らえるようになったのだ。貴様ごときに先を越されるわけにはいかぬ。取り合いなんだ。ここで死ね。人間の魂の取り合い。永遠にいたんだと。なんだと。痛いな。弱点わからんちんですね、これね。せめてインキュバス、インキュバスは需要弱点。あ、弱いな。そんなに強くない。あれ？あ、ヨーコの魔法が強くなってる。あ、避けられてる。避けられてんじゃねえよ。ヨーコさん強化されるんですね。なるほど。メディア入れとこうか。で、ラクシャーサは何弱点かな。秋は効かなそうな気がする。ジオは弱点ではないか。あとはブフとか。あ、ブフ弱点ですね。ブフ使えないや。アタック。オッケーオッケー。これイベントバトルは絶対敵の攻撃から始まるのかな。こんな、こんな敵の先生、まあ不意打ちで始まってしまうとダメージを受けてしまうのが嫌だな。とりあえず生徒を探しに行きますか。ここは通れない。ここに誰かいますね。あ、タオちゃんだ。名前呼んでくれないんだ、六号くんって。サホリが悪魔に。さっき報告のあったラフムって悪魔だと思う。サホリはどっちに行った。どうしようかな。サホリはどっちに行った。連れて行かれたみたい。私サホリを助けに行かないと。一人で行く気。ベテルの人たちはみんな町の被害を抑えるのに回ってる。それに悪魔と接触した人間を天使たちが本当に保護してくれるか。そこは同感ね。危険なのは分かってる。それでも私、見守るだけじゃなく行動したい。もう後悔したくないから。奥にアントラスが見える。どうする。え、どうするって。私たちは、というか彼は、元よりラフムを追っていたの。彼が望むなら一緒に彼女の救出に向かうこともできる。うん。ラフムの撃破と
女子生徒の救出、聖女同行によりその成功率は上昇する。そうなのかな。決まりね。うん、じゃあ一緒に行くのか。ありがとう。私頑張るね。え、タオちゃんも、うん、ゲストキャラクターとして加入。あれ、ヨーコと入れ替わりましたね。いや、ヨーコはヨーコでいてもらった方がいいんじゃない。何それ、ちょっと新しいね。今までこんなのなかったよ。前というか無印版では仲間になりませんでしたよね。あつたま、あいつはなんで化け物と戦えてるんだ。そうだ、あいつもいるんだよね。ゆずるもいるんだよね。待って、どこだ今。アンドラスが見えた。あそこか。その格好、貴様もバビロニアのものか。ラフメの配下か。何、ベテルだと。いずれにしろ貴様らには負けんぞ。またラクシャーさん確実に仕留めてくれる。ラクシャーさんは武風弱点ね。で、アンドラスは何弱点だっけ。アンドラスは浜弱点か。ちょうどいいんじゃないかな。あ、ラクシャーさんは浜効かないんだ。何かマハンマーをしていきますか。レジストならいいんじゃない。あ、何もできねえ。これはパスした方がいいんかな。パスして、かやの姫でブフーラ。よしよし。で、ブフは効くんだっけ？効かないのか。ジオも弱点なんだ。いや、そんなに強くないんだな。不意打ちもされなかったしね。ぬが、なんたること。うん、じゃないじゃない。顔色が悪い。初めての戦い。ああそうだ、今タオちゃんいたの忘れてたな。したけれど大丈夫。サオリのためにも頑張らないと。そう、じゃあ先へ進みましょう。うん、せっかくだからタオのモーションとか見ていきたいですよね。あれ、こっち側はいけない。ここは階段が上がれないし、この奥も行けない。あ、じゃあ向こうから上に行くしかないですね。ん？あ、ゆずるかな？ここは。ああ、いるよ、いつの間にか。そなたの噂は聞いておる。それがしは早太郎。ゆずる殿を援護する任務を受けた。来てくれたか。彼はベテルの霊獣ハヤタロウ。僕の仲間となって協力してくれることになった。しかしこたびの悪魔どもの動き、ひどいものだ。まったくだ。悪魔に襲われたりさらわれた生徒もいるようだ。ミヤズも無事ならいいのだ。あ、ミヤズは無事なのか。とにかく僕らはこの辺りで襲われている生徒を助けるつもりだ。君も他の場所で生徒を助けてほしい。うん。太宰も悪魔召喚プログラムを使い、いるんだ。初の実戦に出ているはずだ。僕らで学園の平和を守るとしよう。学園ガタガタですけど。ミヤズちゃんも無事だといいけれど。あれ、ミヤズってどこにいるんですかね。その子も助けたいの。助けられるなら助けたいけれど。ミヤズちゃんはユズル君が守ってくれるはず。私は私が守りたい相手を、サホリのことを一番に考えると決めたから。無印では分からなかった思いみたいなものがありますよね。このまま3階に行くことはできないのか。じゃあとりあえず2階かな。奥に土雲がいるな。土雲の弱点はね、ブフですね。覚えてるんだよな。あれ、土雲だけなのか。鬼がいる。あれ、鬼の弱点は分かんないな。とりあえずブフ、マハンマ効くんじゃない？負けないよ。タオが、タオも普通に魔法使えるんだよね。
あと何が効くかな、ジオンが。ジオンが効くかな。あ、ジオン弱点か。よかった。ジオン弱点、こっちがブフ弱点でしょ。オッケーオッケー。結構強い悪魔でしたけど。あ、即死入るんだ。イベントバトルでも。うん、強い。悪魔だらけだな、この学校は。なんとか倒せたね。思ったより厳しそうね。磯の神さん、辛いようなら戻った方がいい。この先も戦いはより過酷になるはず。足手まといを連れて行けるほど私たちにも余裕はない。問題ない。いいえ、私は現実的な提案として。磯の神さん、ごめん、昔のことを思い出しちゃって。サホリもね、ラクロス部にいた頃チームメイトに言っていたことがあったんだ。本気じゃないならやめてって。前にも話したよね。サホリの厳しい練習メニューのせいでやめた部員がいたって。でも本当はその子たちは元からサボり気味で真面目じゃなかったんだ。私や他の子も正直迷惑に感じていた。だけど輪を乱すのが嫌で何も言えずにいた。でもサホリだけも違った。自分が嫌われるとか、そんなことよりも正しいと思うことを貫こうとした。敵が多そうだ。正義感が強い。正義感が強いっていうのとまた違う気がする。敵が多そうだ。子供の時からそうだった。サホリに救われた人もいるけれど、それ以上に反感を買うこともあったと思う。それで今回はいじめられることになったけど、サホリが間違えていたとは思わない。あれはサホリなりのチームへの不器用な優しさだったと思うから。そうだったの。ヒロミネさんも同じだよね。殺すとか足手まといとか言うけど、それは私の甘えを正すため。でももう大丈夫。傷つくことを恐れていたら何も変えられないってちゃんと気づいたから。分かったわ。なんかこの二人のイベントが続きますね。助けてくれ、方。変な奴が追いかけてくれ、方。ジャック・フロストだ。そこのあんた、あいつをやっつけてくれ、方。坊や、逃げないで。何よ、あなた。邪魔する気？ならば先にあなたの血をいただくわ。あ、これ待って、これね、結構ホラー演出が入ると思うので。心臓の弱い方はね、覚悟してみてくださいね。前見る方、こっち来た方。ほら、いるんだわ。弱点覚えてねえし。まあ、ハマーが効きそうだよね。待って、インキュバスの弱点は何だっけ？覚えられない。ジオ弱点か。とりあえずこっちにジオン入れて、ハマー効くんじゃないかな。あ、ほら、ハマ、即死しましたな。ちょっと待って。回復。これで回復していこうかな。せっかくだからね。で、殴る。よしよし。なんて強いの？はぁはぁ。あれ、この子確か回復してくれるんだっけ？そういえば。サンクス砲。寒涙の涙が止めどなく溢れる砲。オイラの気持ち受け取ってほしい方。回復してくれる。回復してほしかったらまた来る方。待って、一応念のためセーブもしておかないとね。いつゲームオーバーになるかわかんないから。あ、そうだ、悪魔の裏には行ってないや、そういえば。なんかみんな話したがってるんだよね、そういえばね。こっちからも上に行ける。あ、下にも行ける。何か高、あ、いや、来ないで。誰かいる。あ、そっか、生徒も助けなきゃいけないのか。助けていきましょう。誰も助けになんて来ねえぞ。怖がらせるのも飽きたな。そろそろ食っちまうか。助けて。なんだ、俺の邪魔をしようってのか。そういうことなら、先にお前からぶっ殺してやるぜ。ぬおこれで一人目かな、生徒。何人いるのかな。ありがとう、助かったわ。
ここから3階にも行ける。こっちに誰かいる。またラクシアさか。おいっそこのお前、こんなところで何してやがる。人間みたいな顔しやがって。煩悩にまみれてるようだな。よし、ならばこの俺がこの刀でお前の煩悩を絶ってやる。騎士氏、遠慮はいらないぜ。煩悩と一緒にお前の命も絶たれるかな。よく喋る、ラクシアサだ。たくさん出てきた。クソ、やるじゃねえか。別にでも生徒がね、襲われているわけじゃなかったんだよね。じゃあ、あれ、ここから下にも行けないか。じゃあ上に行きましょう。また出てきた。マナナンガルだっけ。四季王子、おとなしく受け入れれば痛みは一瞬。だが下手に抗えば苦しむだけ。いずれにせよ、何時の命運は尽きている。さあ観念するがいい。挟み撃ちだ。先生取られるのか。先生取られるのか。痛いんだよな。あれ、マガツヒ溜めてきましたね。一ターンで片付けられるかな。マナナンガルはハマしか効かない。四季王子はアギだよね。とりあえずマハンマ。マハンマって後ろの、あ、レジストか。よしよし。片付けまられました、一人。二体ね。意外といけるかな。あれ、ムドは効くんだっけな。物理はダメなんですよね、確かね。おとなしくパスしよう、これは。で、アギ。んで、回復しようか。アイテムで回復しましょうか。MP を温存したいので、一旦で片付けられましたね。なんということだ。命運尽きていた哀れの方だったか。そんな。あれ、まだ襲われてる生徒いるよね。そっち側まだ行ってないし、あそこに誰かいる。あれ、あ、一郎がいた。お前か。びっくりした。あのさ、俺甘く見てた。戦うってこと、優等生は。熱田はすごいよ。あいつ迷いなく悪魔と戦ってた。けど、俺は怖くなって。俺がちゃんとやれなかったから、生徒が悪魔に。俺みたいな落ちこぼれがあいつと肩を並べようなんて間違ってたんだ。うちひしがれてるな。怖いのは誰でもだ。そうかな。熱田やお前でも怖かったりするのか。俺でもやっぱり無理だ。一郎はその場から立ち去った。ダサイ君、あれが普通の反応。誰もが悪魔と戦えるわけではない。ダサイ君も心配だけど、今はサホリを優先しないと。一旦ダサイ君は置いとこう。悪魔召喚プログラムを持つ彼なら自分の身くらいは守れるでしょう。で、奥に誰かいますよね。あれ、これはもう助かっているのか。お願い、助けて。どうすればいい。助けてくれるのね。ありがとう。それじゃあ。なるほど。俺様の養分になれ。生徒に化けてる悪魔もいるんだ。くや、養分になったのは俺様だったか。いや、意外と学園広いな。人に化けてるかもなんて疑わなきゃいけないんだね。悪魔は人の弱みにつけ込むもの。もっともそれは悪魔に限った話でもないけれど。磯の神さん、あなたは油断せずに対応できていたわ。ありがとう。でもわからない、あなたはどうしてそこまで頑張れるの。いじめられていた友人のため。でもあの時と話は大きく変わっている。同級生のいじめなら現実的な話だけど、悪魔から助けるのは危険だと思わない。
そうかな。でも私にとっては同じなんだ。親友が苦しんでいるなら助けてあげたい。いじめが原因でも悪魔が原因でも、それで自分の手を汚すことになっても、ヒロミネさんが教えてくれたんだよ。だから私頑張ろうと決めたんだ。そう、でも無理はしないで。あなたが倒れたら親友も悲しむのだから。聖女の性格と行動に変化が見られる。それは陽子という娘の影響があるように思う。陽子の影響、私の知らないところで何かあったのだろうか。六言は青髪に寮の屋上であったことを説明した。人間は感情により行動が大きく変化するのだと理解した。少年、君も多くの人と出会うことで変化をするのだろうか。君がどのように変化をしようと、私は君を守ることを約束しよう。へえ、タオちゃんに変化がある。いや、意外と学園広いんだよな。時間かかってますね。ナイトワラスと四季王子か。あんた魔石持ってないか。見ての通りこいつ死にそうなんだ。いや、これ渡さない。あるけど渡さない。あんた悪魔みたいなやつだな。おいおい、こやつと差し違えて行くのも悪くない。確かね、曲げても襲われたよね。深く差し違えることすらできぬとは。これなんかね、うっすら覚えてるんだよな。あ、ここ行き止まりですね。行き止まりの階段で、これ以上上はないんですね。4階が最後。多分屋上につながってるんじゃないかな。この陰キュバス。なあ、お前魔石持ってねえか。え、どうしましょう。上げてみますか。お、やるじゃねえか。襲ってくるのか。これで心置きなくお前をぶっ殺せるぜ。あれ、こいつも。あ、じゃあさっきの四季王子は助けてあげた方が良かったのかな、もしかして。どうなんだろう。魔石が足りねえ。魔石の量なのかな。ここも行き止まりで、その反対側が目的地っぽいですね。待って、ここから下に降りられない。上にも行けない。まだいるよ。佇んでるんだよな、悪魔が。全員討伐していくけどさ、貴様が悪魔狩りをしている悪魔か。貴様を倒せば我が名に箔がつくだろう。さあ、おとなしく死ぬがいい。まさかこの我が。だが我を倒したところで、第二第三の刺客が貴様を襲うだろう。よくあるセリフ。まだ悪魔の気配がする。後ろかな。あなたの血はどんな味かしら。あ、連戦があるのか。今更苦戦もしないけどさ。はあ、もっと血が、人間の血が吸いたかった。この悪魔は、え、まだ悪魔の気配がする。三連戦、さてでは参ろうぞ。まだ出てくる。まあ一ターンで片付いてしまうからな。いや、ただちょっと陽子の MP の消耗が激しいな。回復しに行きたいか、チャクラドロップでも使っちゃいましょうか。いや、ちょっと今回、あ、もう悪魔の気配はしない。今回のパートで、この学園終わりまで行けると思っていたんですけど、結構ね、時間かかってしまってるんだよな。ちょっと最後までは行けそうにないかな。なので、まあ、途中で中断することになるかと思うんですけれども、まあ、ちょっとギリギリのところまでは行きたいかな。あ。さっきサホリ、五木島さんが彼女をいじめた。女子たちを追いかけて教室に入っていったの。サホリ。そんな、サホリが生徒を襲って。どうする。やっぱり信じられない。行くのはやめる。覚悟していたことだもの。行くよ。行ってサホリのために私ができることをするんだ。サホリが私にそうしてくれたように。
何か変わるのかな、やっぱり。話の、物語の展開が。陽子とね、タオちゃんのやりとりが結構ありましたよね、この学園の中だけで。それでタオのね、考えが変わったみたいなところが出てくるのかな。といったところで一旦今回はね、この辺で終わりにして、続きはまた次回やっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた。